皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレイリアーナのアトリエはやっぱりブレイカーやばくねっていうことで、今回エスカについて語ってみようと思います。前回というか前かな、星1のマリオンやべえって話をしたんですが、実は皆さんエスカもマジでやばいんだっていうことで、エスカ本当に強いから使ってほしいっていうことを今回ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速エスカのヤバさ語っていきます。それではエスカの性能解説に行きます。現在星2レベル45まで育てている段階になります。ボードについては10まで上げているんですが、ちょっとごめんなさい、魔法の核を上げ忘れていたことにたった今気づきましたが、めちゃくちゃ強くていろんなところで重宝しています。そんなエスカなんですけれども、まず素早さについて語ります。マリオン、コルネリア、まあブレイカーの中でもめちゃくちゃ速い2人よりは素早さが16とか17とか18ぐらい遅いんですけれども、マリー、シャリステラよりは若干速いというようなものになっています。エスカは240に対してマリーは239っていう風に思ってください。ではそんなエスカ何がやべえんだというところ、魔鋼が高いのは確かにと思うんですが、なんといっても突出すべきは風属性そして単体であるというところになりますので、紐解いていきます。まずエーテルシュート、エーテルシュートはまあダメージ 63% ブレイク 22% っていうことでウェイト100、まあ一般的なスキル1ではあります。まあこれはあくまでバースト調整とかそういったところで使うものになるんですが、こちらのねエーテルスピア、これがまた強いんですよ。このエーテルスピアが本当に強いんです。ダメージが 200% ブレイクが 150% ウェイトが200という風に書いてあります。まあこれ他の単体ブレイカーと合わせますと、まあコルネリアはブレイク 143% なんでコルネリアよりはブレイクが高い。まあマリオンはブレイク 165% なのでマリオンよりは低い、まあ中間のブレイク量ということになるんですが、その下、攻撃後対象に風、残属性耐性マイナス 15% を2回攻撃を受けるまで付与する、味方全員に風残属性ブレイクダメージプラス 15% 2回行動終了するまで付与、これがマジでやばいんですよ。まあ自身の攻撃にも乗りますし、なんだったら配布で皆さん獲得しているシャリステラ、このシャリステラともめちゃくちゃ相性がいいんですよ。そしてエスカ&ロジーということで、もちろんロジーとのね相性もめちゃくちゃいいっていうことで、もうこれはさ、まず原作ファンの人も大喜びなわけですよ。もうね、エスカロジーの相性がいいって聞いたら、まあそこはさすがって思わざるを得ないよね。もちろんロジー残属性だし、ブレイクオンに強いしね。まあというところでもあるんですけど、まず、味方パーティーの風属性、なおかつ残属性ともめちゃくちゃ相性が良く、自身が風属性だけ。で、なおかつ、次のターンまでまあ攻撃をしなければ、敵に対してね。敵が攻撃を受けなければ、自分の風残属性の威力も上がるよっていうところになります。まあブレイクもね。まあこれはあんまり起こり得ないので、まああくまで味方パーティーとのシナジーと考えていただければいいと思います。そしてエーテルポイント。ダメージ 320%、ブレイク 300% ということ。これもまた強いんですよ。攻撃を対象に風残属性耐性マイナス 15% 5回攻撃を受けるまで付与という風に書いてあります。5回って結構多いよね。まあ敵がボス級だったら、まあ次のターンの風属性の攻撃までは持つんじゃないかなって感じですよね。これはね強い、やばい、味方パーティーとやばい。ただやばいってまあ文面上では言いますが、じゃあ実際に動かしたらどうなんだっていうところもあると思うんで、後ほど実際にエスカを動かしてみて、あ、こんな感じで使うといいんだなっていう方法とも含めてやってみたいと思います。
ちなみに、アドバンスオール魔法、味方全員の魔法プラス 5% と、毒耐性プラス 30% っていう性能を持っています。まあ、ギフトについては、残の盾、残属性耐性と、打属性のダメージアップ、打属性上昇っていうことで、まあ、どっちかっていうと、まあ、打の祝福と、相手の攻撃によっては、まあ、残と打耐性っていうところを上げていくっていうのがかなりいいかなというふうに思います。打の祝福は結構、打パーティー使ってる人にとっては嬉しいんじゃないでしょうか。ということで、まあ、風属性とのシナジーが高いのは分かったっていうことなんですが、じゃあ、改めてですよ。実際にエスカ使うとどうなんだっていうところをご紹介します。まあ、ベリーハードのカラス戦でも、めちゃくちゃブレイクが、ドーンと刺さって、エスカがいたら、ほぼ一人でブレイクできるじゃんっていうところもあるんですが、まあ、今回はイベントが来ているというところになりますので、イベントのキノコに対してちょっとやってみたいと思います。それではどうぞ。できたよ。はあ、ぜひ見てみたいです。ゾフィー先輩。守る者のために戦います。それでは、イベントバトル、ベリーハード 1-12 で実際に使ってみようと思います。今回はエスカやべえということを知ってもらうためにあえてソフィーのフォースブレイクはキノコに打たないように戦っていこうと思います。まあゴーストリーでも打ちましょうか。全体性ダウンして、まあ今回ね、弱点のまあ雷風とかをどんだけ早く与えるかっていうのがこのイベントバトル重要になるじゃないですか。それ考えたらやっぱり薄着レスナー強すぎだよねっていう、まあそれはもう皆さんご承知だと思うんですが、ここからです。相手のデカキノコ、まだ何にも耐性ダウンと入っていませんが、エーテルスピア見てください。3分の2以上ぐらいかな、すでに一人で削ります。もちろんゴーストはさっき耐性ダウンあるに持っていくし、レジスト状態の入ったキノコとか、精霊ですらこんだけ持っていくんですよ。やばくない？これ、やばない。まあ、ちなみにキノコの耐性なんですが、こんな感じになってますので、前お伝えしたね、物理のマリオよりもやはり今回エスカの方がめちゃくちゃ相性がいいということなんですよ。まあね、ここって全体ブレイカー、ガン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 全体ブレイカーで攻めてもいいんですが、まあマリーシャリシテラとかね、その辺と絡めてもいいんですけど、エーテルスピア打ってみましょう。ね、めちゃくちゃ入りましたよね。で、めちゃくちゃ入った上に、スキルダメージ。まあ、これは、今回のイベントバトルですが、で、風耐性ダウン、残耐性ダウン入ってますよね。この後に動く、シャリステラと合わせると、何が起こるでしょうか。まあ、ライザはゴースト一発で持ってくる。やっぱりライザは火力が強いと。見てください。まあ、これ、チビキノコに撃ったとしても、精霊に撃ったとしても、多分ブレイクできてると思います。多分数値的にね。一番はこれ。シャリステラとエスカ。この2体だけでもうキノコが飛ばせますよと。ね。やばいよね。もうこれだけで、このやばさ皆さんお分かりじゃないでしょうか。やばいよね。え？そんな簡単にデカキノコブレイクできんのっていうところ。これがマジで、強いところになります。で、ちょっと話したんですけど、これはベリーハードカラスと戦う時にも起きますし、なんだったらベリーハードカラスはうまくちゃんと育っていれば、エスカでブレイク余裕でできるようになりますんで、ほんと皆さんこれ育ててみてください。まあ、ここまでいったら、今回アイテム全部ヒーリングベルト持ってきてるんですが、まあ、ドラッヘン済みして、ライザで吹っ飛ばすもよし。ドラッヘン入れて、薄着レスナで吹っ飛ばすもよし。というところまで簡単に持っていきますので、ぜひ皆さん、試してみてください。まあ、今回はエスカのことだけを触れたいので、ここまでにしますが、ぜひ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 、やっぱり、どんだけ強いんだっていうところをね、皆さんにご紹介できたらと思い、今回の動画を撮ってみました。まあ、今後についてもですが、星3でめちゃくちゃ強い、K
キャラも含めて星2星1でもやっぱ強えんだっていうところも皆さんにお伝えしたいなというところがありますので、また今後もね、いろんなキャラクター皆さんにこれほんと強えから使ってねっていうことをね、発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。レジストなんか関係ねえエーテルスピアというところで、また次回お会いしましょう。またね、バイバイ。自分の経験は信じるんだ。